こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国製潜水艦がインドネシアで披露され、その性能が韓国クオリティで超低性能さを世界中に披露しましたが、韓国軍潜水艦が日本海で故障し沈没寸前のようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国軍が運用中の最新鋭214級1800トン潜水艦1隻がトンヘ日本海上で活動して、機能の故障で撤退したことが確認された。海軍などによると、214級潜水艦がポハン沖で機能に問題が生じたという。この潜水艦はタグボートに引かれて近くの基地に復帰し整備を受けているという。潜水艦が作成や整備など任務遂行中に機能問題で曳航されるのは異例のことだ。海軍関係者は潜航中に機能故障が生じたのではないとし、水面に浮上した後機能に問題が生じ、乗組員の安全などを考慮して引き渡したと述べた。海軍は正式に作戦を行った状況ではなかったと説明した。この潜水艦は今年5月まで整備中で、途中で試運転を行っていたという。ソーク国防部長官も報告を受けたという。214級潜水艦は2000年からドイツの技術を導入、現代重工業と大輸送旋回用が計9隻を建造運用している。1隻の価格は約4500億ウォンだという。空気がなくても推進できる装置である空気浮揚装置 AIP を搭載、燃料再充電なしに朝鮮半島からハワイまでの往復が可能だという。一度出航すれば84日間海上で作戦を遂行でき、水面に浮上しなくても約2週間潜航作戦が可能だ。209級チャンボ5級潜水艦より作戦半径が3から4倍広いと評価される。しかし、214級潜水艦は、就役後、機能故障が相次いで論議を呼んだ。11年5月には、甲板を固定するボルトが折れたり緩んだりするなど、運航に支障が生じた。ドイツの設計士が提示したより、低い強度のボルトを使ったのが問題だった。2013年には、騒音問題で潜水艦を解体することもあった。14年の国会国政監査では、燃料電池の性能が足りないという指摘も提起された。2015年には、元艦長などの予備役将校が、潜水艦評価に関する軍納め不正に関与し、検察の家宅捜索を受けたり、拘束される事件も発生した。同年には、潜水艦プロペラに151個の亀裂が発生した。ドイツ製プロペラは、問題がなかった反面、国産製品に問題が出てきたのである。最近まで214級潜水艦数隻が各種問題で数回整備を受けてきたという。それではネットの反応です。機械が故障することもある。一体何が問題なんだ。国家機密をむやみに漏らしてるね。試運転が故障など異常を見つけるためにすることなのに、何が問題なんだ。潜水艦の特性上、故障すれば乗組員の命が危険だ。全ての武器は故障するようになっており、これを教訓に技術が発展するものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。